い、そうですね。なんか長いようで短いような3年だったかなと思うんですけれども、その第1シーズンの、最後の話数がエンド・オブ・プロローグだったので、まだ序章が終わったっていうところまでを描いていて、その後今後何かあるんじゃないかっていう予感させるような PV も出していただいていたので、またトロフィンを演じられたらいいなというふうにずっと思っていました。なので長いようであっという間だった、そんな3年だったんですけれども、いよいよ始まるということでたくさんの反響があったので、僕としても、まあ、気を引き締めてまたトロフィンと向き合っていこうというふうに感じました。シーズン1の時はやっぱりお父さんを殺されてしまったことへの復讐を目的にアシェラットにずっとついていって、その暴力を振るう側としてトルフィンはずっといたんですけれども、今回はその目的を失って空っぽになってしまったトルフィンがこれからどう変化していくのかっていうのがシーズン2で描かれていくので、僕自身としてもどういうふうに演じていこうかなっていうのはいろいろ模索していた部分があったんですけど、薮田監督からアフレコ始まる前にいろいろお話を伺いまして、随所にそのかつての暴力性であったりトルフィンらしい部分っていうのは見えるんだけど、あくまで今どういう方向を向いていけばいいのかわからないっていうような、そういう違いは見せたいっていうところで、でもそれを演じられるのはシーズン1を務めてくださった上村さんだからこそだっていうふうに激励の言葉をいただいたので、僕としてもそのシーズン1の気持ちは持ちつつも、シーズン2で見せられるトルフィンの表情をどんどん見せていこうかなというふうに工夫して演じております。シーズン1はやっぱり暴力を振るう立場だったので、結構こう激しい戦闘シーンもありましたし、あ、かなりこれは過激だなというような、そういう描写もあったと思うんですけれども、シーズン2になってからはトルフィンを中心に新しい登場人物もたくさん出てきて、その中でもこう静かな心の揺れ動きがすごく丁寧に描かれていくヴィンランドサガだと思いますので、そこのそれぞれのキャラクターにやっぱり感情移入できるような、そういうお芝居を皆さんされていますし、特にトルフィンとしてやっぱエイナルとはもう切り離せない関係になっていきますので、エイナルの登場によってトルフィンがどう変化していくか、そういうところを楽しみにしていただきたいですし、僕自身としてもエイナルとの掛け合いの中で生まれるものを大切に、オリジナリティのあるお芝居をトルフィンを通してやっていると思いますので、そこに注目していただきたいですね。いよいよ本当にお待たせしました。ヴィンランドサガ2が始まります。僕としてもやっぱりトルフィンを演じていた時間っていうのはかけがえのないもので、毎回がアフレコがもう自分の中での勝負で、自分のどういう部分を引き出しを叩けば難しい怒りの表情であったり、そういう感情をアウトプットできるんだろうっていうふうに考えていた、すごい濃密な時間だったので、やっぱりヴィンランドサガは僕の役者人生の中で切り離せない存在ですし、でそのトルフィンを続きを演じられるって聞いた時は本当に嬉しかったし、でもその分重圧もあるし、でもだからこそより良いものをキャスト一同スタッフ一同本当に力を合わせて作っていきたいなと思っていたので、こうして皆さんにやっとお届けできるのがすごく楽しみです。ぜひトルフィンたちのその後を見守っていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。